どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さんこのねウクレレってこう弦が張ってあるわけですけど、この弦をですね今日は交換してみようかということでご案内させていただきます。今まで弦私張り替えたことないなとか、張り替えてみたいんだけどどうやったらいいかわからないよという方、ガズと一緒に張り替えていきましょう。そしてですね、見てください、こちら。はい。この度ね、ガズレレ G ラボから新たに発売になりました。弦がね、発売になりました。はい。その名も、柔らかいウクレレ弦でございます。はい。このウクレレ弦はね、ほんといいですよ。このガズのわがままウクレレにもともと貼ってある弦でございまして、ベトナムでこのウクレレを生み出しているね、モジャ・カワカミくん、ウクレレビルダー、凄腕です。彼の、もうメガネにかなった、これ弦でございましてですね、彼のセレクションになっております。じゃあ、これをですね、ご案内しながら、このウクレレ弦今から一緒に張り替えていきましょう。そしてですね、今この動画初めて見てくださった方ももしかしているかもしれませんけど、ウクレレで楽しいのかな、私にもできるかなと思った方、めちゃくちゃ楽しくて簡単にすぐできますよ。ここにリンク貼っておきますので、ウクレレに興味を持った方はぜひここからウクレレ始めてみてください。それじゃあ早速弦を交換していきましょう。そしてですね、ちょっと最初にこのねウクレレ弦のご案内なんですけど、ここよく見てもらいたいんですけど、見てこれ、ほら2回分入ってますよということで、まずねこの柔らかいウクレレ弦ってね、2セット分入ってるんですよ、弦が。しかも、もちろん、ソプラノじゃなくて、コンサートとしても2回分取れるぐらい入ってますんで、相当ね、リーズナブルになっておりますよ。はい。そんなことで、じゃあ、順番を追って説明していきますけど、まずはですね、今、弦を張ってある弦を、まず外していくところから始まると思うんですけど、これね、ウクレレの弦は、こういうフロロカーボンとかナイロンとかそういう素材ですんで、ニッパーとかなくてもね、このハサミで大丈夫だと思うんですけど、このチューニングがあったまんまね、こうパチッと切っちゃうと、もうバチコーンと飛んできてちょっと危ないので、最初緩めます。はい。こんな感じで、これ、くる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 回して、音を聞けばわかりますよ。どっちに回してるか緩んでるかっていうのを。はい。これこんな感じかな。はい、反対だなって、こんな感じでぐいぐい緩めていきます。それで、ある程度緩くなってきたところで、ハサミを使ってこれ切っていくのがいいですね。はい、じゃあ切りますよ。これも、パチッ。なんてことない。普通にこれ、コツはいらないです。ただ切るだけです。はい。ピシッ。ピシッ。で、こういうところね、こっちがね、ぴょんって飛んでっちゃうかもしれないんで、ここちょっと気をつけておいてね、こう押さえながら切るのは、今ちょっと私、ワイルドにやっちゃったんですけど、押さえながらやるのがいいと思います。そして、ここ見てください。ガズのわがままウクレレの場合、ここに引っ掛けるタイプのブリッジになってるんで、ここにこう、クッとこう、玉がついてて、ここに引っ掛かってるんですね。これ後からね、弦張るときに自分で作っていきますね。こんなの覚えておいてください。ここも今、スッとこう、これ引っ張ると、こっちに抜けるんです。そうそう、こういうふうに、ダマになってる。ここね、引っ掛かってこう止まってると。これ覚えておいてください。はい。これもそうです。キュッと引っ張ってあげる。そうそう、こう、ね、玉になってるでしょ。はい。はい。これ覚えておいていただきたいです。これ後でね、しっかり解説していきます。で、こっちの方なんですけど、この、今ね、パッと押したけど、これ水引き挟んであるの。これただ本当に挟んであるだけなんで、こういうのはスッとこう、どっかこう置いておいて、また後で挟んでいきます。で、ここにも巻いてあるのをこう、くる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 こう、外していくんですけど、これ巻くのはね、またコツがいるんで、後でしっかり解説していきますね。で、まずここで、はい。これで弦が綺麗に取れましたと。はい。何もなくなっちゃった。はい。で、これですね、この状態ですぐ貼ろうと思うんですけど、やっぱりちょっとお掃除したいから、ちょっとさっと拭きましょうか。ですね、拭くとき、こういうね、楽器を拭く専用の布みたいなのもあるんですけど、もう何でもいいですよ。使い古しの T シャツとかそういうボロを切れてもいいんで。まあ、こういうところのほこりをね、まず大まかにこう取ってあげて、さーっと、こんなことでね、いつもありがとうねっつって、こう感謝のと、感謝とともにこう拭いてあげると。こういうとこもね、いつも手で触ってるとこなんでね。たまにこうやって拭いてあげましょう。はい。そしてこうやって綺麗にしてあげて、こういうとこもホコリが結構積もってたりするんで、こうやってパーッと拭いてあげる。これがね、愛情込めて。弦を変えるときは、これも儀式みたいなセットになってますから。はい。そしてですね、私よく動画でね、お伝えしてるんですけど、このティッシュペーパーでもいいんでね、これ用意してもらって、最近でっかいの買ったんですよ。見てください。じゃーん。オレンジオイル。ガズはね、結構オレンジオイルを使うんですよね。ここ、オレンジオイルって何かというと、木にね、ここ、指板とか、ここ指板って言うんですけど、ここはですね、木がそのままで何の塗装もしてないんで、ここちょっとね、潤いを与えてあげるために、こういうところにちょっとこのオイル成分をね、こう、入れてあげると。今ちょっとスプレーしまして、これをこう、さーっとこう塗ってあげます。スーッとこう、すり込んでいく。すり込んでいきます。ティッシュペーパーで。で、これでね、すごいしっとりするんですよ。まあ、化粧水みたいなもんですね。で、汚れも同時に落ちます。で、こっちのボディの方は塗装がしてあるんで、これオイル塗っても、あんまり意味ないっていうかなんですけど、これ僕はね、これで汚れ落としの成分もあるんで、このオイルついたまんま、結構ボディまで拭いちゃいます。そうするとこれピカッとちょっとオイルがね、
潤いをこうボディに与えてくれるっていうのもあるんですけど、これベタベタになっちゃったら拭き取ってくださいね、余計な油は。はい、ひとまずさらっと今やりました。こんな感じで横もね、はい、時間があって余裕がある時はこのぐらいやってあげると、ウクレレも喜んでくれるかなというふうに思います。はい、ひとまず綺麗になりました。じゃあここから弦、に取り組んでいきましょう。じゃあこのオリンジオイル、じゃあこれパッケージを開けてみましょう。はい、このガズの柔らかいウクレレ弦使用していきます。どんな風になっているんでしょう。開けてみますと、こういう風にパッケージされてます。はい、こんな風ですね。後ろを見るとここに QR コードがついてます。この QR コードを、当ててもらうと今この動画が流れるということになると思います。これ開けていきますとですね、はい、開けていきます。はい、こんな感じで、二つの、この、これがですね、こんな風に巻いてある、輪っかの塊が、二つ入っております。これで、一弦から四弦までワンセット。これで一弦から四弦までワンセット1という風になっております。そしてね、ここ見てもらうとわかるんですよ。書いてありますけど、色でね、分けてるんですよ。はい。これを見るとですね、一弦が青、二弦が黄色、三弦が緑、4弦が紫というふうにね、一本ずつこういうふうにね、色が塗ってあります。よーく見てもらうとわかるんですけど、これね、すごくわかりやすいと思うんですよね。じゃあこれ広げていきましょう。はい。そうするとこんなふうにまあ巻かれているんですけど、一本取り出してみましょう。一番太い、この3弦用のやつ。これなんですけど、こんだけ長さがあるんですよね。で、ソプラノウクレレサイズに合わせると、こっからここまでもう全然余裕です。じゃあ、コンサートウクレレここにあるんで、コンサートウクレレに合わせてみても、もう全然余裕の、もう、ここから、この辺まで、長さがあるんで、十分、コンサートサイズ2回分ありますんでね。長さは安心してください。じゃあ、それでは、これ貼っていきましょう。で、最初にこの弦を貼るときにね、どういう構造か、さっきもちょっとお知らせしたと思うんですけど、ちょっとわかりやすくするために、これ持ってきました。これね、クリームチーズキリの箱なんですけど、これをね、ちょっとまあ見てもらいたいんですよ。で、これを、今これ iPhone の充電器のコードなんですけど、あのね、一応物理的にはね、まあ、一個のやり方ですけど、これがブリッジだと思ってください。はい。それでこれ弦ですよ。そして、このガズのわがままウクレレとか、こちらに置いてある、まあ、これ昔のカマカですけど、このカマカのブリッジとかも、理論上はですね、こんな風に、この弦として、これをこう縛るじゃないですか。縛る。はい。これも2回ぐらい縛るといいと思うんですよね。で、こうやって縛ったところを、くっとこう、きっとこういうふうに、こう、ダマを作ってね、さっきもちょっとダマ見せたでしょ。で、こういうところに、くっと引っ掛けて、わかります?ここにこう、ぐっと引っ掛けて、こっちに弦を張っていくということで、こうやってこの、玉を作って、ストッパーを作ってというのが、このガズのわがままウクレレとか一般的なウクレレの、弦の止め方なんですよ。で、ちょっともう一回今のやつをやると、こう通してるでしょ?この縛り方ね。まずね、最初ね、ここ、まず、ブリッジ通したとして、今、玉の作り方ですからね。これはもう本当に簡単。普通に一回縛ります。こんな風にして。わかる?これはできますよね。これ、ぐーっと。はい。そしたら、こっちの先っちょの方を、もう一回、縛る。こんな風に縛る。そうするとこれ2回結びになるじゃないですか。このぐらいで、大丈夫だと思います。そしてですね、2弦と3弦は結構ウクレレの弦太いんで、もう1回か2回ぐらい巻けば十分なんですけど、1弦と4弦の場合、ちょっと弦が細いんで、これもう3回ぐらい縛っちゃっても全然、玉としては大きくならないんで、しっかり引っかかる方がね、ここに、ぐっとこのウクレレの、この、ここに引っかかる方が、ブリッジに引っかかる方がいいわけですから。ここにカチッと引っかかる方がいいわけですから。そんな風にして、結んでいこうと思います。そして、これね、もう一個ね、お知らせしといた方がいいんですけど、ウクレレの弦の張り替えって、なんでね、こう、大変かというと、ウクレレにもいろんなタイプのね、ブリッジがあるから、それに対応して、それぞれの説明がやっぱ必要になると思うんですよね。で、ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、片や、これ、ガズの初めてウクレレなんですけど、さっきとちょっと違くて、ここになんか、編んであるようなのがあるんですよね。このやり方も皆さんちょっとシェアしたいと思います。もちろんこれもですね、ここに玉を作って引っ掛けるっていうやり方でもいいんですけど、1弦と4弦のね、穴がちょっとやっぱちっちゃいから、なかなかここスカッと抜けちゃうっていうことがあるんで、この結び方、簡単に紹介しましょう。弦をこの赤い紐だとしてやってみますと、さっきと同じように、これがですね、このブリッジのここだと思ってくださいよ。まずこれ通します。よいしょ。これ、キリのクリームチーズの箱をね、穴開けたんですよ。はい。わかりやすいかなと思って。はい、こんな風に通しましたね。こうやって通した。見える?こんな風になってます。で、今からね、ちょっと角度変えるね。よいしょ。じゃあ、ちょっとここら辺移すとして。今こんな風に、
弦が通りましたね。じゃあ、こっちがネックだとしますよ。はい。こっちがネック。で、こっち、弦の先端ね。したら、まずこういう風に前に落として、下を通します。下を通した。下を通しました。わかる？こうなりましたね。はい。して、これ今こうなってるのを、もう一回今度は、こっちから通します。こうやって通します。わかるかな？こういう風。はい。そして、またこれをこっちに持ってきて、もう一回下を通します。下を通します。つまりこれ、結んでんですよね、ここで。もう一回ぐらい同じことをします。それで、これ、張っていくとこっちから、こっちに力が入るわけですから、こう、ぐーっとこう力が入っていくと、ここで、見てください。ここで、自分のこの、ここで引っ張ってこう、ぐっとロックされて、もうこれ以上ずれないんですよ。こうやって結んでいきます。ちょっと、今ゆっくりやったんですけど、もう一回、説明しておきましょう。まず最初、通しましたよね。そしたらこれ、まず、こうやって前に持ってきて、下に通す。こっちに持ってくるでしょ。はい。そしたら、今度上に持ってきて、上に持ってきましたね。そしたら今度これをまた、ここの下に通す。下に通す。はい。下に通しました。そしたらこれまたもう一回上を通ってこっち側に持ってきて、そして今度、これをまた下に通す。下に通します。はい。これもう一回上に持ってきてから、下に持ってきて、これで、ヒュッとこう張っていくと、ここでギュッとし、キュッと締まる。これが、こういうタイプのブリッジの、やり方でございました。はい。じゃあ、今日はまあ一応、わがまま遅れの弦を張り替えようということに しようと思ってるんで、これでやってみましょう。それではですね、まずね、4弦から張り替えていこうかなと思います。4弦つら一分に近い、一番近い方ですね。はい。このパッケージを見ると4弦が紫色ってことになってるんで、この色をね、さっき開けたところからこの紫色の弦を1本引っ張り出してきます。はい。これが紫色です。ちょっと見づらいですけどね。で、これね、ガズレレ、弦。このガズのや、ガズレレと G ラボの柔らかい弦の特徴なんですけど、なんと、1弦と4弦の太さが全く一緒なんですよ。これがですね、モジャ君のこだわりでございまして、僕もこれを採用してから結構なるほど、これはなかなか面白いなと思ってるんですけど、聞き心地もいいです。はい。そして、さっきと同じように、ここ、ダマをまず最初作るんですけど、まず、このタイプは引っ掛けるだけなんで、こっち通さなくていいんでね、まずこの状態で玉を作りましょう。まず一回普通に見える。普通に縛って、普通に縛りました。はい。これ普通に一回縛った状態ですね。はい。こんな感じ。そして、縛ってこっち側をもう一回こっちに持ってきて、縛ったこっち側をもう一回こっちに持ってきて、もう一回縛ってあげるんですよね。はい。さっきやった通りです。二回ぐらい縛って、で、キュッとこう引っ張っていくと、こう、クッとこう、クッ、クッとか、見て。玉ができたでしょ。これを、ここの溝に入れて引っ掛けるわけです。はい。今ですね、ハニーさんにカメラ撮ってもらうことにしました。ちょっと見づらいんでアップでいきましょう。じゃあ今さっき作ったこれ、この玉を、ここに引っ掛ける。ここですよ。いいですか？よいしょ。ここに、クッと、中にこう押し込むようにして。はい。これで入りました。これ、クッと引っ張ったらわかるんですけど、もうここで引っかかってるんでね、バッチリなんですよ。で、ここどうするかっていうと、切っちゃえばいいんでございますけれども、ここで切ると傷ついちゃったりなんかするんで、あ、これで引っかかったなって確認したら、もう一回、これを外して、もうこういう安全なところで、ギリギリらへんで、こうやってパチッと切っちゃいます。はい、切っちゃいました。そしてもう一回、ここに持ってきて、ほら、クッとさ、こっちから見ると、なんていうの、ここに収まってるね。お部屋の中にこう、卵収まってるみたいな感じ。はい。それでこうやってこう貼っていきます。で、これも、他の弦も、一緒に、このような状態でやっていきます。次は、3弦が緑色だっていうんで、3弦もやってみましょう。で、3弦はね、ウクレレの弦の中でも一番太い弦なので、これはね、多分結ぶの1回で大丈夫。1回クッと結びました。はい。もうそれでこんな大きい玉ができるんですよね。見えるかな？はい。したらこれはですね、もう、この辺でもう最初から切っちゃいましょう。あんまりね、焦ってやるとね、緩んじゃったりするんで、あれなんですけど、まあ一番、ひとまず切っといて、ちょっとこのウクレレ、ここの溝が細いんで、注意点なんですけど、最初にですね、ここのところ、こんな風に溝に当てがって、ここにちょっとクッと最初に押してあげるのがね、コツですね。はい。こんな状態にまずしてください。クッと押し込んで、はい。で、この玉をちょっと下に押さえながらも、こっちに引っ張っていきますよ。コツがいるところ。はい。パチッと言いました。こんな感じで、こういう風に貼っていこうというように。こんな感じで、どんどんこう進めていきます。今度2弦です。2弦も同じように玉を作るんですけど、2弦はですね、
2つぐらい巻いとこうかな、やっぱり。はい、2つここ巻いて玉を作って、はい、キュッとできた。これも同じようにここに溝に挟んで、ここでキュッとキュッと引っ張って、ここに、はい、お部屋に入れて、1弦もさっきと同じように、これもね、2つぐらい巻いとく方がいいと思います。1縛りもう1回回して、2縛りして、ここの溝にこう当てがって、さっきと同じようにここキュッと、はい、でこれで4つ、こんな感じでね、綺麗に収まっております。こっちから見るとちょうどこの部屋の中に入ってるんですけど、この3弦のところがね、さっきもやったんですけど、この最初にグッと詰めてちょっと押し込んであげてからグッと引っ張り込むっていうのは、結構これ太さがね、太いんで3弦だけ要注意になります。はい、じゃあ今度はペグの方に行きましょう。はい、今度はね、このペグに巻きつけてる方法、このペグ、はい、これをちょっと解説しようと思うんですけど、ちょっとここアップにしてもらって、このペグをこれだと思ってください。これ、ほうきの枝だけ持ってきたんですけど、こんな風な形になってるんですね、ここって。で、これ、向きがね、右左にこういう風に見てもらうとわかるんですけど、左右対称じゃないですか。で、これを要注意なんですけど、まず、この4弦だと思ってください。そして、これを iPhone の充電のコードを弦だと思ってください。まず、これちょっと見といて。まず、こんな風に入ってきて、こういう風に入れますよ。入れました。そうしたらですね、はい。これ4弦だと思ってくださいよ。そしたら、こういう風に回してきて、下を通します。OK？ 4弦ですからね、これ。はい。下を通しました。ここまで OK ですか？はい。そしたら、こういう風に弦がこういう風にあるわけです。ボディに行くわけですね。で、これ、余ってる方を、こういう風に持ってきます。こういう風に。はい。そうすると、こんな形になります。いいですか？そして、巻いていくんですけど、巻いていくときに、ちょっと見てもらいたいんですけど、こう巻いていきたいんですよ。そうするとどうなるかというと、ここで、自分の弦で自分を踏んづけてロックしてるんですよね。ここでクッとこうロックしてる。はい。その状態のままこういう風に巻いていくと、緩まないという風になってます。そして見てください。こうやってね、下に巻いていくんですよ。下に巻いていく。これ皆さん、ご存知がない方結構多くてですね、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、こんな風に、どん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 下に向かって巻いていくのがポイントでございます。こんな風にね。これ忘れないでください。で、いい感じのところでこうクッとなるっていうんですけど、もう本当はもっとここはギュッとなりますけどね。今じゃあこの、実際のウクレレでこれを再現してみましょう。じゃあまず4弦のところをここに持ってきました。映ってるかな？はい。はい。こんな感じですね。はい。で、これを、調子いいくらいのところのまっすぐ来るところにこうピッと合わせて、ここに入れますね。入れました。スーッと入れたよ。入れた。そしたらですね、大体ね、次のペグぐらいのところのちょっと短いぐらいかな、この、ここ3センチぐらいかな、3センチぐらいを、こう戻してあげるんですよ。これ巻き代になります、ここが。ここが巻き代ね。ピーンとちょっと指で弦を張ってみて、ここもこう映してもらって、こう、こんな感じで、ピーンと張って、ここら辺3センチぐらい飛び出したところで、ちょっと握っておきます。それでこっち戻してあげる。これが後で巻く分になりますね。それでここで指をこうやって押さえて、これ、さっきやったのを再現しますよ。これを下から入れます。下から入れました。はい。そして、ここ、緩まないようにこれロックしたままで、これを、こういう風に持ってきます。はい。この形、見てください。はい。これで巻いていくんですけど、これ最初ね、ここ、癖をちょっとつけてあげるといいですね。指でクッと押してあげて、そして、巻いていくんですけど、これね、離すとね、こういうパーッとこういうすぐ緩んじゃうんで、どうにかしてこれを押さえながらやりたいんですよ。だからこんな感じでつまんだりして、こう巻いていくんですけど、皆さん、こっちに巻いていきますからね。こっちに。そうやって巻いていくと、これが巻かれていくと気づくんですけど、この弦がここに踏まれているでしょ。これで、緩まなくなってるんですよ。はい。今ゆっくり巻いてますけれども。はい。そしてここ、下に巻きつけていく。これがキーポイントですからね。はい。どん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 下に巻いています。わかるかな？今、皆さん？はい、ちゃんと巻きました。はい。これ確かに巻いてください。はい。そして、ある程度巻いていったら、今度ここのブリッジの溝にこう置いて、これでクイクイクイと巻いていきます。はい。そして、ほら、だんだんもう貼られてきました。で、今、ちょっとこの、ここちょっとピッと映してもらうと、どうです？下に綺麗に巻かれてるでしょ？これが理想です。で、こっち、さっきのところはどうなってるかというと、これ見るとわかるように、ここでキュッとこう踏まれているんで、これがグッと戻ることはもうないんですよね。自分を踏んでいけみたいな感じでやってるわけですね。で、ここまでぐらいに来たら、この飛び出した弦を、こう切ってあげます。はい。
パチッと切って。はい。これでひとまず、チューニングは合ってないけれども、基本的なところまでの巻き方ができましたということで、これを繰り返していきます。今の巻き方はこっちの説明だったんですけど、今度、こっち側は、まるっきり反対になりますからね。はい。それをね、ちょっと確認して。じゃあ今度、一弦を貼ってみます。一弦。こっちをね、あ、ちょっとこっちを落としてもらって、まずね、これよく巻くときに、一弦だと思ってたら二弦を巻いちゃうなんてことがよくあるんで、ここ一弦だなって確認してから、スーッとこう確認して、ここに巻きつけるぞというふうに、最初にこれ確認しといた方がいいですからね。じゃあ今度こっち巻いていきますけど、今度は逆になりますよ。はい。またこうやって入れていきます。はい、入れていった。そして、またさっきみたいにこう、適度にこう、ピッと貼ってみて、ここ2、3センチ、3センチだな、2、3センチ。うん、あんまりやりすぎるとこういっぱいになっちゃうんで、このぐらいがいいと思いますね。この辺、このぐらいの感覚。またここ、こう、キュッとこの巻き代を残して、こっちの右手で押さえといて、今度はこれをこっちですね。こっち側に回す。はい。そして、この下に通して、こうですね。こう、こう。わかるかな？こう。通して、これを、こっちにするってことですね。はい。そうすると今度ここで踏むわけですね。わかる？はい。そしたらまたここもさっきと同じように、両方押さえながら、今度こっちに巻いていきますね。このペグも、こっちに今度は巻いてくるわけですけどね。こういう風にね。はい。で、逆巻きになります。はい。これもしばらくこう巻いていって、こう押さえながら巻いていって、はい、いい感じですね。で、ここ下に行くのを確認してくださいね。この弦が、ま、下に巻かれるのをね。はい、こんな感じで。はい。そうすると、こっち、また、こんな風に、さっきと同じみたいに、下に、綺麗に巻かれて、いったぞ、ということになります。よし。そしたら、ここまた、余分なところを、こう、カチッと、こう、切りますと。で、これと同じことを、2弦と3弦もやっていくんで、今、こっからちょっと、早回しでやろうかな。じゃあ、これ、同じ流れですけど、ちょっと、まあ、やってみましょう。はい、こう、通して、これもこのぐらいの巻き代を残して、戻して、下を通して、下を通して、くるっと巻いて、ここ踏みつけるようにして、ここ踏みつけるようにして、ここ押さえて、キュー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 と巻いていくんですけど、こういう便利なものもあります。これはストリングワインダーといってね、ここをね、くる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 、早く巻ける、必殺技があるんですけどね。こんな感じで押さえといて、こういう機械があります。これ500円ぐらいでね、楽器屋さん行ったら売ってますんで、これで、手が疲れないよってこともある。まあ、よくね、弦張り替える人はこういうのを持っておくといいかもしれないです。ストリングワインダーと言います。これも下にだんだんこう巻いていくぞと。はい。今ちょっと皆さんに見えやすいようにやってるんで、私はちょっとやりづらいんですけど、もちろん膝の上とかに置いてやる方がね、いろいろ楽だったりもしますけど、はい、こんな感じです。はい。またこれを切っていく。よし。また2弦も同じことやっていきましょう。2弦もさっきと反対のこの1弦側なんで、注意ですよ。はい、通して、今度こっち側に、あ、ここ、巻き代を、まあこのぐらい、2、3センチぐらい取って戻して、こっちから巻いていって、こんな風な感じで、よいしょっと、これがね、またここをロックかけるということで。で、これをこう手で押さえながら、もうこんな感じで、慣れてくるとこんな風にいろんなやりやすい、自分のやりやすいやり方が見つかってくると思います。はい。そんな感じでこれ2弦もこんな風に貼りましたと。で、ここパチンときました。じゃじゃん！はい。そしたらね、こんな感じで綺麗に下にみんな巻き取られているのがわかると思います。各弦がね。はい。ですか？で、こっち側に行くと、さっきのところ、ここの穴にこの玉が入って、言って、こう、キュッとこうでロックされてると。で、この状態で、一応ここにね、最低限のこの張力を持って貼ることができました。それじゃあね、チューニングさーっと合わせていこうと思うんですけど、チューニングはね、また別の動画でしっかり解説してますんで、ここにリンク貼っておきますからね、今はさーっとこう皆さんにこうと共有しながらチューニングをしていくことにします。じゃあやってまいりまーす。これをこう使って。もう最初はね、こんなにぐるぐる巻いていってもいいですよ。そして今 F になりました。AFF シャープから G に来て、はい、4弦は G ですよ。G ちゃん A の G ですね。はい、ここはなんだっけ覚えてますか ?G ちゃんの C。C だから弾いていきます。最初今貼ったばっかりなんて、もう全然もうすっとんきょの音なんで、ぐるぐる巻いていきまーす。はい、C まで来ました。はいはい、C ですね。次は、ここはなんだっけな ?G ちゃん A の E だから、ここ E ですね。2弦です。2弦。巻いていく。チームこう。これだ。
D、D シャープ、E まで来ました。はい、E ですね。はい、E です。今度、G ちゃん、E、A、これ A ですよ。じゃあ一弦いきます。最初はもうめちゃくちゃゆるゆるなんで、もうぐんぐん巻いちゃいます。F、G、G の次が A ですからね、G シャープに来て、で、A に来て、あったと思うじゃないですか。さっきね、これで G、C、E、A であったと思うんですけど、はい、ここからご注目なんですけど、新しい弦って、もうどん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 伸びていくんで、これ一週間ぐらいはね、合いません。もう一回4弦弾いてみますよ。ほら、さっき G だったのにもう E、F シャープに下がってるでしょ。だから G にもう一回戻してあげる。で、これだけじゃ飽き足らず、ちょっと見てください、ここ。こんな感じでちょっと引っ張ってあげて、もう弦を強制的に伸ばしちゃう。あんまりバカ力で引っ張ると、切れちゃいますけどね。この辺はチューニングの動画で解説してますんで、まあ、あえて、これ以上は解説しませんけれども、そんな感じで、何回もチューニングして安定させていくってことですね。はい。もう B まで下がっちゃった、ここの3弦も。はい。ここもちょっとこう引っ張ってあげる。で、C まで繰り返して、弦を安定させます。G もちょっと落ちてた。はい、それでもまだね、全然伸びてきますから。ほんとまあ、最終的に安定するのはね、一週間ぐらいはかかりますね。なんでこう、ちょっとこう、何回も何回も、チューニングして。はい、一応こんな感じかな。そして、弾いてみると。見事、弦の張り替え終わりました。ということになりました。そしてですね、このガズの柔らかいウクレレ弦、見てください。パッケージ結構厚紙でしっかり作ってあるんですよ。で、見て、もう一回分ここにまだ残ってますからね。もう一回分、張り替え分。だから、一回分使ったら、またここにこんな感じで、戻してですね、同じように、こう、しまっておくと、またもう一回ここで使えるぞということで、こんな感じでお役立てください。で、ざーっと駆け足でね、弦の張り替えのご案内をさせていただいたんですけど、まあ、キーポイントはこのガズのわがままくらい、この3弦の頃がちょっとね、入れづらいっていう、こうギリギリで作ってあるので、そこがキーポイントと、あとこれを、右左反対っていうところがキーポイントで、こう見てもらうと、こういうふうに、こういうふうに巻いてある。こういうふうに巻いてある。これ覚えておいてくださいね。はい。こっち巻きと、こっち巻き。4弦と3弦はこっちに巻いていく。1弦と2弦はこっち。これが結構ね、キーポイントになるかなというふうに思います。そんな感じで皆さんもいろんなウクレレ弦をね、このガズの柔らかいウクレレ弦、ぜひ使用してね、体験してもらいたいんですけど、これにもかかわらず世の中にいっぱいウクレレ弦がね、あるんで、いろんな弦を試してね、私ってどの音が好きなのかなというふうに、研究してもらうのも面白いかもしれません。はい、そうやってまたこの弦を張り替えるときに、綺麗に掃除したりね、またいちいちこう楽器に愛着湧いたりするんで、そういうこともね、たまに定期的に弦を交換するのは、いいかなというふうに思います。鉄じゃないんでね、結構長持ちはするんですけど、それでもね、さすがにもうずっと張ってるとやっぱ音、どん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 劣化してくると思いますんで、今日の動画を参考にしていただいて、弦を張り替えて、健やかな音楽人生を送っていきましょう。それでは引き続きね、今後もいろんなこうやお役立ち動画とか、まあもちろんレッスン動画も含めてガズレレでご案内していきますんで、皆さん、音楽、自分でやる音楽楽しんでやってまいりましょう。それでは今日はご覧いただきましてありがとうございました。ガズレレ柔らかい弦、張り替えてみた、そんな動画でした。さよならバイバイ。お知らせです。2年ぶりにガズレレイベントを開催します。これは嬉しいな、もう僕も待ち望んでいて、やっぱオンラインでいろいろやるのもね、楽しいんですけど、やっぱりリアルであって、ほんとこう生のね、こうパッションを皆さんと共有したいなということで、はい、予定ですよ。はい、8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の、9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月2日、横浜でございます。現在大好評チケット受付中でございます。はい、このイベントの詳細はですね、ちょっと動画にも公開していたり、特別に作ってるページが1枚あるので、ちょっとここに貼っときます。概要欄にも貼っときますけどね。ぜひこのイベント皆さん、ちょっと参加していただいて、ガズさんにリアルに会いに来てください。楽しいこと間違いなしですからね。よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方、ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。あと皆さん、これ入ってますか、ガズレシピという、アプリがあるんですよ、ガズレレの。ガズレレではですね、
アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになっています。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げている曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またね、オリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレドットオブ、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、こっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。